ちらちらと舞う雪。気象台は昨夜、高知市で初雪を観測したと発表しました。平年より33日、昨シーズンより32日遅い観測となりました。一夜明け、今朝8時ごろの四万十市。降り続く雪で四万十川の河川敷は白銀の世界となりました。県内は上空にこの冬一番の強い寒気が流れ込んでいて、西部を中心に雪が積もりました。津野町高野では33センチの積雪を観測しました。今朝の最低気温は伊野町本川で氷点下 5.6 度、梼原で氷点下 4.5 度など、県内16の観測地点のうち13カ所で氷点下となりました。 JR 四国によりますと、積雪の影響で土山線で普通列車の一部に遅れや運休が発生しています。空の便は富士ドリームエアラインズの午後4時半発中部国際空港行きが欠航の可能性があるということです。引き続き今日夕方にかけて山地を中心に大雪となるところがある見込みです。このあと深夜0時までに予想される降雪量は多いところで山地で5センチの見込みとなっています。積雪や路面の凍結による交通障害、農作物やハウスなど農業用施設の管理に注意してください。